さっきまであんなに明るかったのにもうこんなに暗くなってしまいました。久留米秋田の天満宮でございます。3度目のね、本日3度目、もう笑っちゃうよね、朝昼晩みたいな。うわもう人いねえ。俺自信ない、俺は俺自信ない今。でも俺もない、まあ、いやここ龍でしょ。じゃあその前にチャンスタイムをしっかり使い切りましょうか。あと2枚しか残ってないので、天差、天神様の天差、坂田いく。じゃあ4人で引いていいですか。いいですよ、クリアしたらね。じゃあ天神アクターのさ、全然違う、全然違う、入ってねえよ。坂田のさやろそこ。オープン、ドン、大脱出激辛。まさに運試しのチャレンジ。全員でシュークリームを食べ、一つだけ入った激辛シューを坂田が食べずに切り抜けられたら成功です。頼むよ大吉ちゃん、頼むよ。せーの、どんだけ運ない。チャレンジ失敗なので一人だけです。うわ、狙うは大吉2連発、その確率は36分の1。激辛臭を食べた坂田は見事大吉を引けるのか。頼むマジでよ、いきます、ドン、大吉。シュークリーム引いてこれも引いてないぜよ、神引きや。シュークリームだから三田天満宮か、もしくは天神方面、天神方面、そうやん、何でもいいよ。水田、おぉー、よっしゃ、お前のよっしゃ、なんなんすか、なんなんすか、すげえ、意外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 。持ってる男坂田の活躍で福岡最南端にある水田天満宮へ。残りは1時間半、大吉3連発を達成して初日のロケを終えたいところ。順調だよね。そうですね、順調。でもいつもこの3回目で、まあ、俺1回くじかれて、そうやね、まだ一旦ここがね、216分の1、ここ壁だよ、1つの壁だから、まだ超えてない、うん、ここクリアしたら、はい、遠いとこ3つ全部クリア、あともう中心部だけ。おぉ、マジっすか、これでかいな。ここでかいよ、ここでかいよ、いや、大事ここ、もう絶対ここ取らないといけないんで、うん、僕のチャンスタイム使っていいですか。お、あ、早くも、いや、ずっと考えてたでしょ。はい、え、どうするんですか。このチャレンジに僕たちが勝ったら、はい、4人で引かせてください。チャレンジ、こちら、じゃん、ライター一発勝負。このチャレンジはライターの火が一発でついたら OK。 ここ一番に強い沢亮が挑みます。ライター一発勝負、一発勝負、頼むよ、いきます。大吉3連発の壁、確率にして216分の1。ご褒美の4人同時おみくじで1人でも大吉が出れば OK です。マジマジ、ここ大事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 、本当に大事、本当に大事大事大事、いきますよ、はい、よー、せーの、ドン、末吉、中吉、大吉、大吉、ラストかな今日。すげえな、ラストやろ、赤高、赤高かな、ん、お、すげえ止まんねえんだけど、お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 、やばい、イエーイ、一番いいね、大吉3連発を達成し、水田天満宮を出たところで初日は終了。ロケ2日目は初の大吉4連発をかけ太宰府天満宮からスタート。